使い終わった死体は脳をいじり、新たなしもべゾンビとして復活させてもいい。かゆうま、やったなお前たち、仲間が増えるぞ。は？激痛に苦しんで死ぬって言ってたけど、ただの脅しだったんだな。ちょっとめまいがしたくらいだ。なんで生きてるんだ？なんでって、だから脅しだったんだろ？生きてるし。そんなわけあるか！ AI 搭載型遺伝子破壊ナノマシン！魔力は一切使用しない！お前でも確実に死ぬ代物だ！俺は半分剣だから、とか？だったら、せめて半身になれ！そんなこともわからんのか！クリムゾン様が地団だを。まさか、空気が読めないから。さすがにそんな理由で毒が効かない奴はいないだろう。私はお前を切り捨てた。すでにそう決定したのだ。なぜ生きてる、なぜ生きて、なぜ生きてる。ちょっと落ち着けよ、クリムゾン様。あ、ごめん、強かった。ぜ、いげん、えい、え、誓いを破ったこと悪いと思ってるよ。けどお前が俺を殺そうとするなら、この際俺からも一つ言わせてもらう。お前の言葉がどうして俺に響かないのか。未来の俺とお前が出会った日の夢を見た。出会い頭に俺はお前を殺したよな。その時から不思議に思ってたことがある。なんでお前の体には心臓がないんだ。自分こそが呪われてるって言ってたよな。あれ嘘なんじゃないか。お前の心臓はどこにある。兵団の人たちの言葉や行動で俺の心は何度も動いた。きっと誰もが命を懸けていたからだ。お前だけが命も懸けずに次だ、この次だという。敵だって追い詰められてる。勝ち目は低くてもゼロじゃない。今ここで勝負できない奴がどうして全ての結束を滅ぼせるんだ。やめろ。もういい、もう知らん。不謹慎を、行け、行けします。